ご機嫌いかがですか。 YouTube をご覧のあなたありがとうございます。海外でご覧のあなたありがとうございます。そして5年後、10年後、50年後、100年後ご覧のあなたありがとうございます。言論の自由を街頭で訴える長谷川隆です。政治団体君の会、長谷川隆です。本日は後期2680年西暦2020年令和2年10月5日月曜日です。後期2680年、この後期という元号は日本の初代天皇神武天皇が即位された年を元年としております。ここは東京新宿駅南口です。目の前の甲州街道を挟んで目の前にバスターミナル、バスター新宿があります。ただいま午後6時少し回ったところです。気温は23度です。先般10月2日金曜日、トランプアメリカ合衆国大統領とメラニア夫人が新型コロナウイルスに感染しました。そして10月3日土曜日入院しました。そして昨日10月4日車で一時外出し、熱烈なる支援者にお答えなりました。本日10月5日中には退院予定とのことです。